デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの。なら、思い出させてやる。シロ、頭の中が…思い出したぞ、デボル、ポポル。なんちらは人間にあらず。口ごもったね。言いづらいかい。ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は、人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。カッコをつけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う。俺はお前たちとは違う。
ポポル、泣いてるのか。デボル、死んではダメ。私たちがなぜ双子に作られたか今分かった。魂のない私たちが。喋らないで。血が止まらない。デボル、一人で生きるにはこの世界は寂しすぎるんだ。時間が長すぎるんだ。おかしな話だよ。ごめんな、ポポ。いや、デボル、置いていかないで。私を一人にしないで。ポポルさん、もうやめよう。やめよう、やめよう、やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの？デボラを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ。何もかもみんな殺す。殺してやる。ポポルさん、俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。くそ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。まずい。進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか。クソ。大丈夫です。でした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さん
ありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること、本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、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 やれやれ、カイネさんは乱暴だし、シロさんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。そう、僕あなたにもう一度愛、あなたに死にたくないな、死にたくないよ。行くぞ。